二宮結婚かということで、本日は嵐の二宮和也さんの話ですね。二宮熱愛伊藤彩子と二宮和也のスキャンダル発覚で結婚か。前川の佐々木希との共通点と伊藤が人気の理由とはということで、熱愛報道されました二宮さんですね。二宮和也さんの相手はフリーアナウンサーが所属するセントフォースで活躍する伊藤彩子アナさん。秋田出身で現在35歳、二宮和也より2歳年上ということで、彼女はですね、1980年12月23日秋田県生まれの現在35歳、山形大学教育学部卒業後、秋田放送に入社しアナウンサーに、その後ですね、ニュースエブリに映ってるということですね。で、2007年9月に退社してからはセントフォース所属のフリーアナウンサーになっても日テレ夕方のニュースエブリーにキャスターとして引き続き活躍しているということです。秋田出身の秋田美人ということで、秋田出身の芸能人には佐々木希、壇蜜、生駒、加藤夏樹、鳥居みゆき、藤原子などの有名芸能人が数多く存在します。日本海側は美女県が一つ置きの法則と言われるみたいで、秋田、新潟、石川、京都、鳥取、福岡、長崎と日本海側がずらっと並んでいるということですね。で、この秋田美人に、彼女はバッチリ合ってるというような感じで、肌の綺麗さというのは、該当しているようですね。で、30を過ぎても若々しく、この風貌が視聴者からの好感度も高く、最近はさんま御殿などのバラエティ番組にも出演機会が増えていってるようです。ということでですね、佐々木希さん、前川の佐々木希さんと同じ秋田出身みたいなんですね。そんな、彼女なんですが、出会いはですね、やはり番組で、知り合ったみたいです。そんなですね、伊藤彩子さんなんですけども、もうちょっと深掘りしてみますかね。伊藤彩子さんのですね、お友達は誰がいるかと思って、北川景子さん、日本テレビのドラマ、謎解きやディナーの後での番宣の後、伊藤アナがインタビューしたのをきっかけに仲良しになる。顔もとことなく似てる感じですね。で、独身ということをネタにして、いろいろ、テレビでも繰り広げたことが逆に好感度が高かったようですね。で、またさんま御殿に出演したときは、着物も似合うということもありますけども、さんまさんにですね、魔性の女がいい意味で悪い女と言われたんですね。そんなですね、彼女がですね、人気だったわけなんですが、ついに射止めたのは二宮ということなんですが、嵐初の結婚になるかどうか、今後の投稿を見守りたいと思います。またですね、ネットでの、反応なんですが、まさかの熱愛報道の件が過ぎたばかりなのにファンとしては荒れるだろうね、アナウンサーの人かわいい、写真はもうニノもいい年だしいいんでない、このアナウンサー好き、嵐ファン発狂中、ジャニーズだから結婚はできないのでは、綺麗な人だと思ってました伊藤さんテレビ見て、マジで綺麗な人、姉と弟みたい、アナウンサーかちょっと意外、共演したことがあるらしいね、お似合いじゃないかな、姉と弟ってか、そりゃ女くらいいるだろう、しゃあないしゃあない、いいと思う、
嵐ファンだけど二宮熱愛にはみんな免疫できてるからさほど驚かない。あと綾子かと思った。この小さい人に抱かれるのか。綺麗。ボタ大丈夫かな。ニノ伊藤綾子綺麗だもんね。私も男なら綺麗な人と付き合いたい。伊藤さんレベルじゃもっといい男捕まえられるでしょうに。綺麗な人だよね。で、写真撮られたとかではないの？ニノモテるね。安住アナとお見合いした人だよね。この人佐々木希とかなんで綺麗な人にモテんのかな。大野の件やっと収まったばかりの大丈夫か。二宮といえどももう三味噌汁。マジか。好きでも嫌いでもないけど、ちっちゃいしかっこいいと思ったことないな。アラシックの動向が気になる。また大荒れになるんだろうな。伊藤さん好きだけどこれでテレビから干されちゃうね。ジャニーズが二宮の結婚をまだ許すとは思えないし。いいね。それにしても面食い。ジャニーズだって男だもんな。ジャニーズのファンじゃない立場からするとジャニーズの人たちがかわいそうに思う。お金があれば二宮でもいいの？この女の人35にもなってジャニーズしかも売れっ子と付き合うってことは結婚する気ないんだね。年齢的に違う男にした方がいいと思う。この手の女の人は苦手。ニノって熱帯出た人みんなとんでもなく綺麗。どんなテクニックで落としたんだよ。別にいいんじゃない。恋愛ぐらいさせてあげてもさ、いい歳なんだし。二宮って分かりやすい面食いなんだね。ちょっと待って、この間どっかの時でリークしてた人いたよ。確かニノは女子アナで相葉くんは年内に一般人と結婚間近、大野は別れたばかりと書かれてたよ。まさか本当だとは思わなかったからびっくり。相手がまともすぎて羨ましいぜ。バイ大野。いいじゃん、結婚してまえ。エブリィで見て綺麗だなと思ってた。エブリィの人でしょ。プロ野球選手とは合コンには絶対行かないって言ってたよね。自分のスキャンダルをニュースで取り上げられるのは絶対嫌だからって。この人好きだな、可愛いし、二宮の方から惚れた感じがするな。国民的アイドルに抱かれるってどんな気分か聞きたい。ニノまで女子アナかよ。二宮でブサイクだよね。 VS 嵐で隣に座ってお話しし、女子に出るなって言われそうだね。いいじゃん、お似合いかって言われたら難しいけど、伊藤さんならもっといい男性がいるはず。アンバランスだよ。スポーツ選手とか実業とかの方が似合う。ジャニーズの熱愛報道増えたね。やっぱり女子アナモテるな。相手がおばさんだとあまり荒れないし。ああ、よくさんま御殿に出てきてって言われてる人だ。今年の VS 嵐に伊藤アナ出てたよね。しかも2の隣に座ってたし。なんだかんだモテますな。佐々木希美と長澤まさみも食っちゃったし。モタが騒ぐね。佐々木希美ですら叩かれまくったんだから、女子アナならなおさらね。ニノのタイプ分かりやす。ショックだけど相手の年齢に好感が持てる。二宮さんって俺頭の回転早いし世渡り上手だぜって感じだけど、ゴシップすぐにバレるのよね。脇が甘いのかな。アナウンサー可愛いやん。結婚できる保証ないからね。結婚したいなら他に行った方が良さそう。ニノと付き合いたいなら仕方ないけど、恋愛しても別にいいと思うのに、誰か付き合ってると分かるとファンだからやっぱりショック。年上に行ったのでここのおばちゃんたちも満足。笑い。相手の人めちゃんこ可愛い。見た目が釣り合わない。キャラが違う。二宮ってほんと面食いだよね。某女優と知り合いだけど、二宮は共演した人とよくご飯行くって話聞いたよ。軽いのは本当かもしれないけど、付き合ってるかと言われたら違う可能性もあると思う。マスコミはすぐ男と女が一緒にいれば熱愛だのと騒ぎだ。
佐々木希も伊藤彩子も秋田市出身。なんかね、相手35歳とか健全すぎてびっくりしたけど、ニノが選んだ人ならいいんじゃない。伊藤さんってすごい美人だから男に不自由してなさそう。二宮とは遊びに見える。数年後には金持ちの方と結婚してそう。女の35歳は出産カウントダウン。そんな大切な時期に結婚できるかわからないジャニーとお付き合いだなんて。ニノって美人系好きやな。なぜ二宮が映される人が綺麗な人ばかりなのか分からん。ニノってそんなに魅力あるのかな。伊藤彩子アナすごい綺麗で好き。もったいない。ニノには派手すぎる。ツイッター見てたらニノの熱愛報道は夏の風物詩って言われて笑った、などが挙げられています。いっぱいコメントがあってもあるみたいですね。では以上です。